しくな。あと一緒に俺様の手下も加わるからよろしくな。する。何、なんかすごい渋っ声。ニャゴスの話はともかく、アリの神のことが気がかりだ。俺たちクー族のキャンプだ。すごい髪型だね。ここは俺たちクー族のキャンプだ。ファスカル島で宝探しをする足がかりだぜ。クー族？海賊ではないんやね。ソラ？この島を含めた辺り一帯はたくさんのお宝が見つかる伝説の地でな。宝探しを生業とする俺たちにとってここは夢のある場所なのさ。噂のハニーか。噂になってんのかよ。あんたが噂のハニーか。泉の洞窟から出てこられたんだな。あんたが練った泉は俺たちのモンスターを休ませるための休憩地さ。扉が閉まってたのはあんたの身を守るためにニャゴス様が心配したからだぜ。え、牢屋じゃないんやあれ。捕まっとったわけじゃないんやね。なるほど。これ宝箱？全然違ったわ。全く違った。お、HP が減ってきたら、焚き火では全員の HP や MP を全回復。おー、マジで？ HP や MP が減ってきたら無理をせずに焚き火で休もう。女神像みたいな感じであるんやね、こうやって。オートセーブもされるので、こまめに焚き火で休めば安心だ。うんうん。いや、まだ大丈夫かな。知りたそうな顔してるな。何を？噂のハニーさん？何か知りたそうな顔してるな。ギンギーラ空族団って。大空族ギンギーラ様が滑るこの世の宝すべてを手に入れる空族団さ。俺たちは空飛ぶ船で世界を巡り巡ってお宝をかっさらう。だから空族ってんだ。他に聞きたいことはあるか。兄貴を知らない？兄さんとはぐれちまったのかい。それは早く再会したいよな。だがあんたみたいな青い瞳の少年は今のところ見てないな。もしこの地のどこかにいるならこのキャンプの外だろうよ。他に聞きたいことはあるか。いや、まあ、もういいかな。聞きたいことがあれば、また俺に聞きな。あ、なんかあそこ。何来てるかな。石ころ弾、敵単体に、あ、読んだね、これは。弾さえあれば、どうしたら困ってるよ。弾さえあれば、スリングショットで撃って、敵への攻撃や仲間の回復ができるんだぜ。回復？例えば、石ころ弾を敵に当てればダメージを、コイミ弾を仲間に当てれば回復できるんだ。コイミ弾、そんなのがあるん。へー。ZR で引き絞り、よく狙って ZR を離す。ん？このスリングショットの使い方が書かれたメモが気になるのか？いや、大丈夫です。もう知ってます。もう一回やったんで。とりあえず今は大丈夫。お、あそこにも。何見てるかな？あ、これ？コイミ弾。かわいい。かわいいってちょっと意味わからんかもしれんけど。何？噂なんだが、ニャゴス様、立場が危ねえらしいぜ。ニャゴス様が集める宝がジャンクばかりでギンギーラ親分が不機嫌なんだとか。マジかよ。それじゃあ俺たちもレアなお宝を手に入れて挽回しないとな。どうした、大丈夫なんか。あ、さっきの4年。なんかあれやね、パンクな感じやね。目のところに雷みたいなマークがついとるし。ニャゴス様のハニーがお目覚めになった。これは大変だ。早くニャゴス様にご報告だ。え、とっくに報告しに、え、報告してたんじゃないの。どうした、こっちまで来たら忘れたの。ツナマ、あなたっておつむもすっぺらなの。さっき報告したばっかりでしょ。よね、報告しにこっちに来たんやろ。さすがベニーシャ。ベニーシャかわいい。それはそうと。ふーん、あんたがハニーってわけね。何もせずニャゴス様に気に入られちゃって、ずるいわ、妬ましいわ。青い瞳のお嬢さん、もしかしてキャンプの外に出ようってわけ。まあまあ、もちろん。あらあら、そうだと思ったわ。キャンプの外に出たいって顔に出てるもの。はぐれた兄貴さんを探したいんだ。それは応援したいですな。悪い子たちじゃないっぽいね、やっぱり。でも俺たちニャゴス様からこの子をキャンプの外に出すなと言われたような。そうだわ。それじゃあ私たちの大事なお宝を探してきてもらおうかしら。やっぱりまた、やっぱこうやってそこそこで
ね、モンスターたちの大事なお宝を探しながら、ね、進めていくっていうストーリーなんかな。最近この辺りにツナマンがお宝を埋めたの。なのにこいつ隠し場所を忘れやがったのよ。そのツナマンが埋めたお宝を探し出して持ってこられたらここを通してあげるわ。俺たちもわからないのに探すなんて無理じゃないか。この子先に進めないぞ。だからそう言ってんのよ。通しちゃったら私たち怒られるでしょ。なるほど、そういう、もう花から見つからんやろうっていうことね。ツナマンはこのキャンプのどこかにお宝を埋めたはずだわ。探し出せるかしら。探してやろうじゃねえか。もし見つけられたらここを通してやるぞ。うん、性格悪いな。お、何、もう見つけた。キラリンがお宝発見のマークを出している。お宝のありかを見たと言っているようだ。どうやら仲間がこのマークを出しているときは近くにお宝が埋まってるらしい。キラリンが見たというお宝のありかのビジョンを見てみよう。モンスタービジョン。ん？あ、でもこれさっきのハスの葉っぱより分かりやすいんやない。このドクロマークの書かれた樽で、下には袋が2つ、そこになんか箱があって、あれはシャベルかな。どこか、このキャンプのどこかに、まあ要は積み重なってるところを見に行ったらいいよね。この辺とかはこんないっぱいじゃなかったね。なんかめっちゃ寝よるけど。あ、これじゃない、これシャベルあるよ。で、箱、うい、びっくりした。ここや。よしよしよし。オッケーやろう。イエーイ、あっという間。くじけぬ心、決してくじけぬ精神が封じ込められたハート型のアクセサリー。きっといいものだぞ。よし、でもまあ、あの子たちに渡さんとね。はい、どうぞ。さて、お嬢さん、私たちの宝は見つけられたのかしら。見つけたよ、秒で。マジで持ってきたの？私たちのくじけの心。どうして？隠し場所が分かったんだ。ラッキーね。マジで見つけられると思ってなかったけど、これはラッキーね。さ、そのくじけの心は返してもらうわ。まあ私はいいですけど。前はくじけの心をベニーシャに渡した。渡したっていうか、なんか今ひったくられた感がすごかったけど。ほら、受け取るやん。突き飛ばされとるやん。私たちの可愛いお宝。なんだよ。ご苦労だったな。助かったぞ。で、出してくれるの？約束通り、ここを通してあげる。さっさとお行きなさい。大丈夫、怒られない。そうそう、せっかくだからこの世界の地図と石ころ弾20個あげるわ。おお、ありがとう、助かる。地図、バスカル島の地図。たくさんの宝が眠るという伝説のうちの一部、バスカル島が描かれた地図。風俗が持っていた地図をもらった。バスカル島、結構広いんかな。石ころ弾。この先は野生のモンスターも現れるから、せいぜい注意することね。ありがとう。地図を手に入れた。画面の右上にミニマップが表示されるぞ。それでも道に迷ったらマイナスを押して大きな地図を見てみよう。よし、頑張ってね。やって応援してくれよる、ありがとう。優しい。いい子たちだな。とりあえずまっすぐ。何？なんか現れる？モンスターとか？お、なんか。やっぱり？お、ドラキー。戦闘か？く、ついに戦闘が。何？攻撃回避。うわあ、攻撃、あれ、てか回避って、あ、これもしかしてあれ、単性
じゃないんや。リアルタイムでどんだけでも攻撃できる。めっちゃいいや。でもって避けれるんやろ、自分のタイミングでちゃんと。いたいた。お、豚が来た。青い瞳のガール、ずいぶん探したブー。どうも。あれあれ、ドラキーと戦ってるブー。でも君一人だと戦うのは大変じゃないかな。え、仲間がおるはずやけど。キュートスライムっていう。そういえば後ろに仲間のモンスターがついてきてるようだね。何？見てるだけなの君。助けろよ。だったら仲間と一緒に戦えばいいブー。君にはそれができるはず。今まで見てるだけだったの。いっぱい戦ってレベルを上げれば君もどんどん強くなれるよ。お、何、早速向かっていった。大丈夫か。さあモンスターと力を合わせて頑張るブー。よく聞くブー。仲間と一緒に戦おう。仲間になったモンスターは敵との戦いになると勝手に戦ってくれるぞ。お、勝手にいいやん。頼れる仲間と一緒に戦い敵をやっつけよう。スリングショ…あ、スリングショットもできるね、後ろから。いいね、いいね、この完成じゃないけんさ、全然待たんでいいし連続で攻撃できるし、イエーイ。かわいいペットやん。見事だブー。戦ってどんどんレベルを上げるんだブー。あ、そういえば申し遅れたブー。僕はトンブー。トンブー、この地であるお宝を探しに来たんだブー。ブブそのわざわざ後ろ向きからくるって振り向くのめっちゃいいね。マヤを導く精霊トンブー。そういえば竜の探検はきちんと持ってるみたいだね。うんうん、目覚めてすぐに見つけた。その探検はすごい力を秘めた宝剣で、いろんなことができるようになるんだブー。例えばモンスターが見たお宝のありかのビジョンを見れるようになったとか。あ、やったよ、もうすでに。 MP を消費して自分の HP を回復できるようになったりとか。あ、魔法っていう概念がないのかこの世界は。その他に2本の探検の力を合わせるとすごいことが起こせるみたいだよ。それは神を見つけないとだな。ぶ、もう一本の探検を引き抜いた青いボーイは一緒じゃないの？あのさ、だから今探してんだよ。ええー、はぐれちゃったの？君の兄貴なのか。それは困ったブー。まあ、あの猫が一緒にいると思うから多分大丈夫だブー。それじゃ、とにかく先に進んで兄貴を探そうブー。どうなんかな、途中で一方その頃神はみたいな感じで切り替わって向こうを動かすようになるんかな。最終的に、あ、中間、お、中間地点ぐらいでさ再開したりするんやないん。さっきのかニャゴス。なんか帽子かぶったスライムもおるな。マイハニー、どうしてこんなところに。マヤの知り合い、ヘンテコな連中だけど。僕らは今マヤの兄貴を探しているところだブー。ハニーはお兄様を探しているのか。ふん、うん、そういえば先ほどノズさんで青い瞳の少年を見たな。もしや彼ではないか。どこ、ノズさん近い。青い瞳のボーイなんてめったにいないから間違いない。早速探しに行くブー。待て、多分これどん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 追いかけていってはすれ違ってみたいな感じなんやないん。よくあるやん言われた場所に行ったらもうその人はすでに旅立った後やったみたいな。待て、この先には野生のモンスターがうろついてて危険だ。ハニーたちだけじゃ危ないから俺さんもついていくぜ。え、仲間？ニャゴスが仲間に加わった。やった、よろしくな。あと一緒に俺様の手下も加わるからよろしくな。する。何、なんかすごい渋っ声想像と違うんやけど。
スライムのスラッチが仲間に加わった。さて、野津さんにはこの崖の上にある森のリフトから行けるはずだ。だが段差が高くて普通じゃ登れないな。キラリンがいるから手伝ってもらうか。スライムに乗ればそのプルプルな体で高く飛べるはずだ。それじゃ行こうぜ。ライド？崖をジャンプで登るには L プラス AXY で探索連携を使ってみよう。仲間の力を借りてお宝探しをスムーズに進められるぞ。探索連携はモンスターの種族によっていろいろなものがあるぞ。仲間が増えたら試してみよう。すごいな、一番右の地面に潜る。